モニターに映してよ、後ろのモニター映るみたい。おお、すごい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 、来た来た、見てないからバカにしとる。デブ大正解。感染の感染なんで、今日はあのコーンさんがおるらしいから、解説にな、ちょっとそれをね見届けたいよね、普通に。そうね、コーンさんを感染する人、俺らは。はい。いやいやいや、あれ伸びたな髪。おっさんがおる。はい、クレイジーなクストリーマーのコーンです。緊張してる。頑張れ。オーマイガー、オーマイガー、クララさんが死にそう。いや、ラグそう、ラグそう。うわっ、痛い。やば、やばい、クレーンたちこれ詰めてくるぞ。しかもこれ、あの横一枚の壁とかで3人から撃たれたらラグくて、うわっ。あ、ま、バカラグそう。でもこれ、燃えたらやばい。あ、てか、え、アンチガイしてくれ。あ、あ、やばい、反復した。うわぁ、あ、さらにはスティンクの範囲ダメージ。うわ、いや、ラグそう、ラグそう。え、ラグそう、やばい、ラグそう。うわ、バカラグそう。やば、今の、え、も、燃えて。え、多分これね、ロールバックしてるよ、今の。これ、リプレイのラグさではない。え、多分違うと思います、あれは。え、ラグそう、死んだ。ここがパーって死んだ。あ、うわ、あ、これダメんだ。ほら、ロールバックしてない、なんかワンチャン。待っています。してるしてる、多分してる。やばい、進めない、進めない。うわ、これやばいわ。ストーム背負うのはちょっとしんどいですね。やばい、お前死ぬぞ。あ、これ多分ラグインだ、ジャンプしてるから。もう誰も積んでないんじゃないか、これは。ね、死のとハイグラになるのかな。うわ、これ下で、うわー、やばい。いや、もうほら間違えてる。フランシスコに帰ったらもうそれはフランシスコなんや。本人おるもん。フォートナイト、フォートナイトをしてないフランシスコがいればわかるけど、フォートナイトしてるフランシスコいるからな。あとキャスキングチームをポイント、え、キャッシュキング強い。ポイントは4ポイント。え、HP マックスで全員残って資材ある。え、強い、このチーム。キャッシュキングクソ強い。さあ、ボブのチームです。ここまでレベル高いとハイガラが勝つとも限らないから。そうね、うん。うわ、でもこれキープしながら、そうね、キル資材がもうないから、もうとりあえずキル取ってキルポを一旦稼ぎたいな。さあ、建築回数もリオリアリリアリいいよ。でも下で戦うしかないですね。いや、これいける、ボブたち全然いける。これ1試合目勝ったら熱いぞ。決めて、もう建築はできない。さあ、ボブの資材がなくなった。一段下ろします。さあ、もうここ入っていく。目の前ラギス一人で生き残ってる。ただ僕ラギスも、いや、ラギス逃げんのうま。うわ、ボブがでも持ってった。誰持ってった。うわ、もう一人持ってった。ラギス持ってった。え、強すぎ、え、強すぎ。ただリアリは、あ、もうやばい。いや、これはストームで死ぬけど、メッシーが生き残ってる。でもメッシー1人、あ、2パーティー、2パーティー、1対3、これは無理かな。え、マジ、うわー、惜しい。おお、でもボブたちにでもって、つゆさんが1位だね。おめでとうございます。まず初戦、インペリアルデブじゃん。これデブやんじゃない、これ。え、お前デブやんやん。お前デブやんやん、これ。インペリアルデブ、やばいな。2試合目頑張れ、コンさん。待って、コンさんのさ、トークを聞こう、みんなで。しっ、あっちも気まずそうな雰囲気が流れてたわ。ちょっと待って、オッケーオッケー。俺ちょっと真ん中に入るわ、みんな。ちょっと待ってな。そういうことね。あー、出た。関さん、見ましたが、3人ワールドカップありけんね。もうちょっと大きく、あ、それで関さん、燃えてたよな。モニターに映してよ、後ろの。うん、下できる稼ぐっていう。モニター映るみたい。なくなってくると思う。一人ロイヤルがつなげれそうな環境ですよね。やっぱり上と、あ、結構大逆転、石山が被っちゃった。被っちゃった。難しい。そうです。前の方取ってたんで、でも一ドル。ってたのはルリーリザ。被せられるな。あ、ルリたちか。どうしよう。フランシスコさんいました。ですね。あ、フランシスコ。あれは基本的に戻せないんですかね、まだ。あ、あれまだ二週あったと思うんで。大事にされてへんな、このゲスト。このゲスト大事にされてへんな、俺。いや、愛想笑い出た。おお、すごい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 、来た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 、完璧だ。コーン先生とアリケンが動画した。見てないからバカにしとる。見てないからバカにしとる。山本さん気づいて、見て、早く早く見て、早く早く、山本さん見て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 、
やっぱこう。あぶねえ。すごい切り替えの。切り替えの良さすごいな。切り替え良いな。ヤマトさん側でやってたって。怒られる。確かに怒られるな。一瞬だけちょっと、ね、そうですね。あの ID がちょっといろいろ違うんですけど、はい、スペード選手ですね。いや怒られるからやめよ。ちょっと。さあマルチーム今回は入る。水。いやここチームキル強すぎここ。これ1位になったら、これビクロしたら1位ですよこれ多分。山がやられたけどまだリルがいるな。わさあシュートダブルキル。強い。さあ下にはゴッドラビットとシュート。えシュート HP マックス、これあるぞシュート。シュートうまい。いけいけ。さあ丸顔出したところシュートに打たれて、さあ残り 3v2。 いやでもコアの HP ないからシュートがどうにか持っていってコアがキル取ってみたいな。さあ落とせばワンチャンある。いやちょっとでも、えあるあるある。さあ横にシュートいるぞ。さあこれは反射神経勝負。うわうまい。いやでも一発で一発で倒せる。うわ惜しい。惜しい。うわ。いや惜しかったな。いやでも2位はすごい。2位はすごい。オーラビステ。さあマフィン1キルしたけど結構ギリギリで勝ったね。タクショかな。いや多分エアロかなんかで打ち落としたんだね。でも回復して60だから多分10で生き残ったね。しかもキル入れてないのか。なるほどね。さっきこっから漁夫来てたからそれも警戒しつつ。早めに倒したいね、これは。てか引いていいと思うけどな、マーフィンたち。さっきやられてるから多分プライドバトルだと思うわ。そうね、まあ、もうね、これ分かる。感染分かるよ、ね。さっきはあんなに一瞬で終わったのに、今回こんな長引くの。うん、もう俺はこういう時にすぐ他のとこ見に行く。終わんねえの、こうなったら。でもな、どっかに向かった瞬間終わる時あるからね、もうこれはむずいんですよ、皆さん。分かってあげて。さあ、ステルシーストロングホールド、南側。スカーレットが正面見えてる。うまい。さあワンボックス。うわ出たダブルムーブメント。今の皆さんダブルムーブメントですよ。あの速い動き。マジでダブルムーブメント入れた方がいいわ。このポジションに対してのスイング。あの速さで出てこられたら終わるもんなマジ。残りは。いやそうだクジャクたちも生き残ってんなこれ。いやでもルリたちが一番上が今有利でルリたちが2番目に有利かな。クジャクたちしんどいんでこれは2位は硬いと思う。ここでクジャクやられたかな今誰か。リザートめっちゃキルしてね。そうっすね、だいぶキル取ってますね。スティンクがすごいですね。いやでも上のチーム10キルなんでこれ1位。1名残っていたクジャクチームのクジャク取り切って。まあでもラルサーズが今8キルしてるわ今。3対3だこれ。そうっすね、でもここリザートたち取れば全然上上がってくるんで残り2試合でいけるんでこれ。さあ300万チャンス。本体回復はどっちだ。3対3です。いやでもこれしかもハイグラめっちゃ資材あるんで、でもこれは上強いですね。ハイグラ残ってるなら回復終わったらこれルイサンダーしか魚持ってるから。確かにリザートがどっかでハイドしながらやりたいね。さあここでいつものうさめ。うわうまうわ強い。さあ一人でかいでかい、一人持ってたらでかい、マジでかい。さあリザートがまだいるから大丈夫。リザート多分あのうまい。ワンボックスピオダメージ与えてアルベドさん HP ロー。これ勝てる勝てる勝てる。さあアルベドさんのしかもカッキルが入れたい。回復。さあこれはこれ全然これ勝ったんじゃない？あるあるある。これ勝った勝った。回復ない回復ない。これは回復勝負ですかね。ナイス。いやもうこれはこれは勝ち。ナイス。素晴らしい。さすがです。さあリズアートたちここで1キル。しかも10キルビクロになるのでポイントは高いぞ。だからここはそうね、マウフィンたちは引きたいけどボブたちがすげえ強気だな。さあこれはちょっとリアリーの弓矢が怖いね。ラギスが抑えてその間にマーフィンが展開。いいね。これこう弾薬状況で言うと、さあボブが、はい、さあいるぞ。いやマーフィン上取ってる。偉い。そこ取んの偉い。あもう登れないよこれ。ああもう無理だね。うわ偉いマーフィン。こいつさマジでゲームセンスある。そう逆に取ってしまえばもう諦めてくれるでしょう。えもう見せるだけ今のはね。もう打たずにそう見せるだけで今のは引くしかない。ボブたちはうわ判断よこいつマジでうめえ。ゲームだいぶ草んち、しかも山の方に寄ったし、うわつえー。これ多分ね落とせないこれは。リザートたちいる。さあネグラツさんも生き残ってる。すごい上が強い。でもいや上が強すぎるな。しかもリザートローグラッシュ1パーティーだけ。これ2位硬いっすよ多分。スティンクは2段目ぐらいに打ってくれるんでこれ。うん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 。
狙ってるよね。これ2位あればマジリザートたちもう1位だと多分なんで4チーム。いやこれ2位硬い、2位硬い。いや2位取りゃいいわこれ。ネフライトさんが落ちそう。そう、HP ないネフライトさん。ただ小金がリズアウトを後に切ってるようです。ガイローキ1人ナイス。うわここで打つのか。まあでもこれローグラには来ないんで。あーでもリザート落ちちゃってる。やばい、ワイホー頑張れ。あ、やばいワイホー。うわーワイホー持ってかれた。いやでも3位か。3位はでも相当でかいよ。あーまあ全然有利ってか1位なんじゃないワンちゃん。ワンチャン1位あるね。そうっすね。いやこれはハイグラ強すぎる。そうですね、ハイグラ強いけども下次第いっぱいあるんでわかんないです。回復勝負になったらここも。あ、本当だ、魚もあるね。全然勝てますね。で、上アリケンフィッシュ使っちゃったんで回復勝負多分できないんで。いや2位あるな、これは。いやでも上勝ちますね、これ回復勝負になったら。目の前壊して、ね、ハープガンで多分もうどっか入り込みますね。プレダーがここを削りに行くか。さあ家の中入って、さあ味方も回復勝負している。さあジェリコはしキル入って、これいやでも上勝ちましたね、これ上多分上っす、これ一人映っている。下にはあ、そうですね、これいやこれは強いわ。いやでも角切り入れてたら下わかんない。確かに。あれしかも最後角切るってか最後ダウンさせとったから。いや足りないな、これは足りないっすね。おお、まあハイグラス強いね。そうっすね。さあチョコラブのチームが素晴らしい。ましたってことで、じゃあ皆さん、じゃあ俺の、じゃあ CR カップ見てみたわ。じゃあ一旦ここで終了で、皆さんありがとうございました。でも初めて CR カップなんか見て面白かったっす。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。それじゃあミルダムの配信へ、レッツラゴ、バイバーイ、おつー。さあ、見ていきましょうか、ラスト試合。行きましょう。300万は誰の手に。もうでももうここはもうあのカットに頼るんで、もうあの力抜くところも抜いていきます。最終ゲームもレイジーレイクは変わらずファイトの構えになるか。さあいるが今勝ちそうなんやろ。もうやっぱビクル取ったとこかな。いや多分並行してると思いますよ。キル数もみんな取ってるし。ワンちゃんこの試合で本当シュンちゃんがビクロイしたら全然シュンちゃんもあるもん、ね。多分この試合ビクロイはマジで大事だと思います。うん。さあ移動していくがちょっとアンチ的にしんどいなこれは。ここでスティンクの足止め。さあ目の前からアサルトライフルとスティンクで。一気に当てられていきたいな。おここも優勝候補やからね。そうっすね、バイキンさんたちも多分ポイント多分めっちゃあるんで、うん、さあここは FCS 倒して、さあ AMB が上からしっかりやってる。さあワイルドホークは生き残っているか。見えないけど。見えない。ワイルド先輩、いやワイルド先輩いなさそうだな。さあデブスたち取り行きます。これえチョコラブたち優勝あんじゃね。チョコラブたちいいぞ。2連ビクロイは誰もやってないんでワンチャンありますよマジで。今 T1 が対応しなくてはならない。取るタイミング完璧やったな。そうですね、 T1 絶対取られちゃいけないとこだったな今の。チョコラブたちが勝ってしまったら2連ビクロイ、ポイントはどうなるかまだわからないが、しかし勝つためにはビクロイが必要でしょう。いやバイキンさんたちめっちゃキル取ってるわこれ。いやわからん、どこなんだろうな。マジでわからんっす。いやでもここ落ち、絶対落ちたくない勝つなら。いやいいナイス、一回ハンチが行くのいいよ。ヘイトもらって逃げの上手い、いいよ。その間に味方が移動できてる。後ろの攻撃もある。逃げろ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 、なんとか全員生き残って。ナイス、うしい、うまい、自然もうない、一回囲もう。いやこの移動ナイス、生き残り。しかもジャイモン一人また倒してる。なんとか耐えました。やばい、キル9キル。ここ非常に素晴らしいですね。さあマルが後ろでやられて、ライルが落としていきます。そうですね、中で耐えてたマル選手。いやこれ武器としては金ポンプを持って、上がどうなってるか知りたい。うわーさあジャイモンタ落ちちゃった、5位か。さあ2連チャンピオンで300万取るかチョコラブチーム。いやあのタイミングで取り返したのはさすがですね。いいよ、多分上は勝手、下は勝手にやってくれるから、キル取りたいですねここ。チームキル3なんでちょっとここキルマジ欲しい、取らないと怖い。まださあ目の前一発あって、でかいぞ。さあ来るぞ、リアムがピラ落として、そのままアレックスも取った。残っているのはワンチーム。え、さあこれチョコラブ勝ったら1位の道がある。ミンタイさん
上が3。さあでも下キャベツあるからこれ、ね、さあ古田さんがどんぐらいいけるか。バカ強いらしいからね古田さん。さあ頑張れ。さあそしてチョコラバが上で回復勝負の準備を。しないもうこれ倒しに行かんだ。資材がないのでもうこれはやりに行くしかないという判断ですね。いやでもいいよ、まだアンチが足りない、絶対足りない。これキャベツでは足りないね。これで足りないです、絶対足りないです。これでもかっきり取られない方がいい。あやばい、資材ないからこれ、あやばい。いやこれ先にやって、うわー、いやレブスが、レブス1対1。いやでも回復ない。うわ回復された。うわ勝ったらかっこいい。うわあすごい下が。いやでもでもえやばい、これハイパークラッチやんこれ今の。いやすごいわ。よく返しましたね今の。今の本当だよ、よく返したよ。てかよく回復入ったな最後。この長い長い決戦の優勝チームの皆さんにご覧いただきましょう。来るぞ。それでは参ります。これリズカンたち勝つんじゃね。あるぞ。トナイトコンペティティブ全ての結果出揃いました。いけ、一気に33位から24位までを発表いたします。こちらです。ジラスね。あとはこっちが33位から24位まで。ナイス GG ナイファイ。前回優勝チームあけどアルベラさんとか意外とやっぱそんなかばってると伸びないんだなポイントチームはかなり苦しい結果になってるよ ね、 ね、ゼロで終わるターンがあるからねやっぱ。こちらも一気に発表いたします。まだ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 でまだ10位以内に入ってる。うわーシュート14位のえけどこの中で一番上、この中で一番上。みんなナイファイナイファイ。来い。こちらあるよ、あるある。え一気に4位まで。いや一位ある一位ある。なかったらなかったら。お？13位にダンスチーム70ポイント。え？リザードじゃん？え全然落ちた。マフィンマフィン GG シュンシャン GG。あれリザードワンチャンあんじゃねマジで。あるくね？いや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 。あと誰だ？バイキンさん。さすがにね。さあどのチームが頑張れ入ったのか。まずは呼ばれるんだ。まだこちらのチームです。まだおある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 。ここで決まる。ここでリザートたちあるよ。53ポイント。激アポイントは56ポイントになりました。はい、あバイキンさんのチームがめっちゃ伸びてるね。1位優勝チームとどうなる同時に発表させていただきます。第8回クレイジーラクーンカップいけ。うわ惜しいポイント。制覇したのはこのチーム。けん。けんでした。うわあ！マルチームになりました。ナイス。マルチームナイス。ルリチーム。うわマジで惜しいな。マルチームおめでとう。GG になりますかね。激ハンサーが出ましたね。ということで、じゃあこれで、じゃあ今回の CR カップ、じゃあ観戦を終わりにしたいと思います。頑張った選手の皆様お疲れ様でした。ね、次は FNCS のヒートが始まるので、そちらを応援していきましょう。それじゃあ、リザートたち惜しかったね。どんまい丸さんたちおめでとう。せーのまたな。またな。じゃあまたな。じゃあまたな。